浜のパレード、浜のパレード、1969年3月18日から1973年6月25日は、日本の競争場である。1973年に、宝塚記念を制したものの、その次に出走した高松の宮杯で骨折、予後不良となり、翌日屠殺されるという最後が仏義を醸した。日本における、 競争場の安楽死システムが整備されるケーキを作った馬とされている。1969年、北海道静内町の平和田牧場に生まれる。道場は、兵庫県神戸市の宝石商、田島正夫が、元坂口商事旧社の休務員であったヌサハタを、馬場に据え1965年に創設した新興牧場であった。牧場時代は一周四百メートル程度の、 小さな馬場で両犬のポインターに追われるという育成調教を積まれていた。競争年齢に達し、田島の所有馬、名義は株式会社ホース田島として、坂口正治旧社に入級。体高143センチメートルという小柄で華奢な馬であったが、入級当初から調教で軽快な動きを見せ、その素質はデビュー前から高く評価されていた。 一方で非常に気象が激しく、日常の世話にも手こずるほどの看板であった。このため、癖馬扱いの名人として知られた、引退休務員の田原と蔵を招き、特に許可を得て浜のパレード専属の担当者とした。しかし、調教においては変わらず、歓声がきつく、まともな調教はできなかったという。1971年10月16日に初戦を迎える予定であったが、 骨膜炎で直前に出走を取り消す。体制を立て直した後、翌月にデビューを迎えたが、満足な状況をしておらず、また馬体も幼かったため、初勝利までには年をまたいでの4戦を要した。しかしこの頃より成長が見え始め、2月までに特別戦で2勝を挙げ、クラシックへ出走可能な賞金を上積みした。しかし、サツキ賞への前哨戦。 毎日杯では9着と制裁を書く。さらに休みなく出走を続けていたことにより、京都4歳特別出走時には 430kg、あった馬体重十 410kg まで減少しており、3着に終わった。陣営はまだクラシック出走のレベルにないと判断し、クラシックを断念。浜のパレードは長期の休養に入った。10月に復帰。 休養では体が充実、また田原ら陣営の努力で気象面でも、両下を見ており、復帰初戦から700万下条件戦、オープン戦を連勝。勢いに乗り、天皇賞優勝馬、山人ウェーブ参戦の阪神大賞天にも優勝し、重賞初勝利を挙げた。しかし、翌年初戦の日経新春杯は、重馬場に足を取られたこともあり、6着に終わる。 2月に従来の主戦騎手であった吉岡八郎が騎手を引退し、自走の京都記念、春から新たな暗状に田島両方を迎えた。この競争で菊花賞優勝馬日本ピロムー,テーを尻溶け重賞2勝目を挙げる。続く2層を金差の2着として天皇賞春に出走。ピークの状態で臨み、当日は5番人気に支持された。 レースでは、緩やかなペースで逃げながら、レースを進めたが、要所の最終コーナーでタイテームと接触して、大きくつまずき、発着に終わった。一方のタイテームはそのまま優勝して、初の八大競争制覇となり、無冠の気候子という異名を返上した。後に、田島は、相手は大きな馬で、足も向こうが引っ掛けたので、ダメージがなく、勝ちましたねと語っている。自走は、 宝塚記念に出走。得意の中距離戦ながら4番人気という評価だったが、好調を維持していた田島浜のパレードは、スタートからハイペースで後続を引き離した。最後の直線では2番手につけたタイテームに馬体を合わせられるも、先頭で逃げ切り優勝。総破タイム2分12秒7は、芝2200メートルの日本レコードタイム、当時であった。田島は、 それでもまだギリギリではない、一周余裕がありました。会心のレースでしたと回想しており、またこの時の起場から、関西テレビのアナウンサー、杉本清が田島に対して、必殺仕掛けという異名を考案。以後これが、田島の引退まで定着することになった。続いて浜のパレードは、高松の宮杯に進んだ。このレースでも一番人気の天皇賞馬、ベルワイドを相手に、 宝塚記念と同様のレース運びで戦闘を進んでいた。そのまま最後の直線に入り、2番手の竹電ワードを突き放したが、残り200メートルの地点で、馬が手前を変えようとした際に、足がもつれ、前のめりに転倒、競争を中止した。この事故で、田島は馬場に叩きつけられて、肩甲骨を骨折。そして、浜のパレードは左が一関節臼および左。 第一子節手指骨粉砕骨折を発症しており、競争後に予後不良の診断が下された。現在であれば予後不良の診断が下された馬は薬物投与による安楽死の処置を取られることが原則となっているが、浜のパレードにそうした対応は行われず、苦痛の軽減処置を施されないまま、翌朝になって愛知県近郊の屠殺場へ送られた。その場に加、は同日中に、 桜肉、本日締め 400kg という品目で市場へ売りに出され、やがてこの事実がスポーツ日本で記事として取り上げられ、大きな反響を呼んだ。その後、時代の変遷に伴う動物愛護意識の浸透とともに、重度の故障を発症した競争場については、屠殺が原則的に行われなくなり、予後不良の診断が下ってその後の必要な 初手続きが完了次第、即刻約束されるシステムが整備されていった。当時、記事を執筆した、同新聞大阪本部記者、船引彦進、元 j r 駅主、種、船引文氏の父は、あの馬が、後世に残した遺産は大きかった。中力浜のパレード事件の問題提起がなかったら、旧体以前のまま出来事はベールに包まれていたと思う、と語っている。田島良保は、 1999年に雑誌ナンバーが行ったアンケートの中で本場を表して馬体のバランスが素晴らしく仕掛けた時の反応の鋭さは今でも覚えていると語り自身が起乗したうちの最強馬として挙げている田島は気象の激しい浜のパレードへの対策として仕掛け書まで馬がり行きまないよう気取った感じでふわーっと起乗し また普通とは異なる、手綱の持ち方をしていたという。一方で、もし、あの馬が生まれながらの優等生だったら、あそこまで勝ち上がってはいなかったと思うとも語り、僕に似ていたと言えるかもしれないとしている。田島が浜のパレードで見せた、騎乗感覚は、その弟弟子である、田原正樹に、大きな影響を与え、田原の騎乗感覚の原点ともなった。父はイギリスで四勝。 1971年に種母馬として日本に輸入され、本馬の他に菊花賞優勝馬、ハシハーミット等を排出している。母系はシルバーバットン系と呼ばれる名品系であり、祖母雲山の弟に第七報酬、その他の近親にウィザート等がいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。